こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です今日はイースターセールの招待というメールがね、アマゾンから届いているかと思います。これ、えー、参加する必要はありませんが、アマゾンが FBA の便利さをオーストラリア人に知らしめるイベントなので、セール後の売れ行きアップに期待しましょう。まあね、今まで約3ヶ月間、自己発送の、えー、販売、 届くの遅いよと、ね、値段も安くないじゃん、高いじゃんというふうな、ね、不満がアマゾンを利用したオーストラリア人にちょっとできちゃってる可能性があると、アマゾンが、ね、販売してるものについては、まあ、値段も安いし、FBA で送られてるんですけど、まあ、そうじゃなくね、まあ、第3セラー、サードパーティー、半分以上が中国とインドからの出品者なんでね、まあ、インドとか中国から届くのは遅いと。 ねで商品の根本も商品の質も良くない。なのに値段は eBay より高かったというようなねことになっているんで、まあ、なんとかまあそのねマイナスなイメージを払拭しなきゃいけないというのでねこのイスターイベント、まあ、イスターイベントね、まあ、大抵、えー、ネットショップ、amazon は、えー、何かにこつけちゃうまあこのセールやるんでね、えー、まあ、予定の行動なんでしょうけどただ FBA 開始一発目のセールということで、まあ、結構力を得てやるんじゃないかなと思いますでね力を得てやるんだったら参加した方がいいじゃんという気がするんですけどところがねこのセールはそんなに甘くないです、まあ、私たちの扱っている商品がセールで売れる商品かどうかっていうところを冷静に考える必要があるんですけど例えばふ普段40ドルで売ってる洗剤がね 割引になって3割引ですと28ドルですとなったらこれは普通売れますよねただそもそもダイソーで2.8ドルで売ってるものを、まあ、15ドルとか20ドルで売っててね、まあ、それを15%引いて17ドルですと言ってね、えー、売れるかと言ったらやっぱり厳しいですよねですんでね、まあ、そもそもセールだからって言って飛びついて買うような人が買う商品じゃないとも、まあ、儲かる商品っていうのはね セール好きな人が好きな商品とはちょっと違うという傾向もあるんでね、えー、あまりこのセールに、セールによって、えー、トラフィックが増えて売り上げが上がるというのは期待してますけど、えー、セールに積極的に参加してセールで売りさばこうというのはね、あんまりお勧めしてないです。まあ、えー、これねあ、そうですね、今扱っている商品ならこれセール向きなんで、ぜひ出しましょうという人は、まあ、めったにいないかなって感じですね。 まあアメリカのアマゾンなんかのね、えー、セールにもまあ参加して、でこのね、えー、セールに参加すると最低在庫をいくつ送れとかね、えー、散々あれこれ、まあえー、高飛車に要求があって、言われた通り入れたのにね、対、えー、して売り上げ増えなかった、いやむしろ変わらなかったと、値段下げて在庫をたんまり入れた分損しちゃったと、ね、いうようなケースがあります。まあ、そんなわけでね。 えー、セールが効く商品と効かない商品っていうのはあるんで、まあ、ほとんどね、えー、あんまりたくさん取引しないで利益を、えー、取りましょうというような商品はセール向きの商品じゃないと。まあ、1日にね、えー、もともと何十個とか売れる商品、月間ね、何百個って売れる商品で、まあ、ある程度定価が決まっている商品で初めてセールが成立する、セールでね、たくさん売り上げが伸びるというのが成立するんで、まあんまりね、このセールは気にしないでください。まあ、ちなみに まあ書いてあることはね、えー、カタログ作り等の参考にもなるんで、一応翻訳しました。今回のセールは FBA 利用商品限定と。まあ、そりゃそうですよね。ここでセールで自己発送なんかでね、えー、届くのをい商品なんかね、大量に売られた日にはもう目も当てらんないと。amazon の目ぐろと逆いっちゃいますんで、FBA 利用商品限定と。あと、そもそもね、amazon ってのは FBA があってこその、えー、最強のネットショップなんで、FBA 利用しないとね、まあ、正直、えー まあよくできたネットショップ程度、ね、最強とまではいかないです。だからね、アマゾンで儲けるっていうのはあくまで FBA を前提というふうに考えた方がいいですで。カタログ作る際はね、白い背景と正確なタイトル。これはアメリカアマゾンですでにやってる人はね、その通りの基準がオーストラリアにも適用されますで。オーストラリアで初めての方はね、またカタログの方は作る際にナビしますんで、チャットワーク等でご質問ください。 それから今回の商品ね、えー、商品が3つ星以上の評価。ねえー、星1つとか2つね、ね、え、あ、ー、ってもいいんですけど、全体としてね3.0以上の評価になっている商品である必要があると、ね。それはそうですよね。評判悪い商品たくさん売って、評判を落としてどうするんだって感じなんでね。で、えー、最低15%以上割引なさいと。ね、えー これね、もっと、もっと値引けとか、値引けないと売れねえぞとぐらいのね、えー、提案が来ますけど、まあ乗ったところでね、あんまり売り上げ伸びないと。まあそれは85%オフとかやればね、売れるんでしょうけど、それじゃ全く利益じゃないんで、まあ、えー、15%以上セールの場合は安くすると。しかもね、最低価格じゃなきゃいけない。で、25個以上の商品を納品しなきゃいけないと。まあここがね、始めたての、まあ、我々、ね、えー すでにね、自己発想である程度売れてる商品をここで25個以上入れて15%オフにして売ってみるというのはありなんですけど、まあ、売れるか売れないか分からない商品をね、25個以上入れちゃうっていうのはこれはもうね、非常にまずい行為なんで、まあ、それもあって今回の、えー、この企画は参加はしなくていいとただ今後も期待しましょうっていうのはこの部分が大きいですで、最低価格が、えー、オーストラリア10ドル以上で、バリエーション商品の場合ね えー、メインの商品だけをセールで、他そのままというのはダメと、バリエーション商品の場合は、後衛心の、えー、半分もセール額にしてくださいと、半分以上セール額にしてくださいという形です。で参加しようという場合はね、えー、この2018年3月15日、つまり来週ですね、来週中に、えー、書類を出して納品しろという形です。 参加必須じゃなないいいでですすやむししろあんまりお勧めしないですただね、この商品どうでしょうというのがあったらね、ご相談ください。そして、まあ、セールね、ね u い FBA 開始になって、第1弾セールを提案してきましたんで、まあ、これを機にね、ね amazon FBA 便利じゃんと。やっぱりね、プライムサービスに登録する人がある程度増えないとね、この売り上げ伸びてこないんで、まあ、プライムサービスに提供するね、えー 会員をアマゾンがこっそり増やしてくれることを期待しましょう。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。